皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は使用機材の紹介というか、このまちこさんの紹介をさせていただこうかなと思います。まあ、今、どんなピックアップが入っているとか、なんかこういうリペアをしてきたとか、なんかそんな感じの機材紹介って感じでしょうか。結構その、何のピックアップが入っているかとか、あとライブのときにどんなエフェクターを使っているかとか、なんかそういったことを気にする方結構多いかと思うんですけれども、そういったものをバラバラとお話しさせていただこうかなと思います。特にこのね、叩き系ギタリストって言うんですかね。この叩いてなんかこう演奏するような方々にとっては結構まあ、ね、参考になるというか、ああ、なるほどね、滝沢さんはそうやっているのか、ふむふむという感じで参考になるかと思いますので、はい、よかったら、チェックしてみてくださいませ。はい。で、早速ですが、マーティンのマチコさん、ピックアップの話をまずさせていただきますと、この白いやつ、これが LR バックスというメーカーのアンセムという機種でございます。アンセムはこのアンダーサドルのピエゾと、あと後ろ側にこの真裏あたりにそのなんかこう貼り付けるコンデンサマイクがあるんですけれども、それのミックスで音を出すようなピックアップです。つまみが2つあります。片方がマスターボリュームで、もう片方がコンデンサマイクの音をどれだけブレンドするかというつまみになります。まあ、ピエゾの音があって、これに対してこのコンデンサの音をちょっとで出すのか、それともたくさん出すのかというのが、こっちのつまみで調整できるという感じです。ピエゾの音は変えられないんですけれども、このブレンド量を変えることで、音色をいろいろコントロールすることができるという感じです。まあ、わかりやすく、ピエゾが低音、コンデンサマイクが高音という感じの役割になってくれているので、そんなに使い方は難しくないです。で、コンデンサマイクを上げれば上げるほど、なんかこう、弦の質感というんですかね、なんかこう、アコギらしさが出てくるんですけれども、まあ、やっぱそのデメリットとしては、そのハウリングが起きやすいという感じでしょうか。まあ、できるだけそのコンデンサの量が多くなるようにいつも調整しているんですが、まあ、その辺はまあケースバイケースって感じですね、どのぐらいになるのかは。で、これがまあ LR バックスのアンセムで、もう1個のピックアップは、この真裏あたりにシャッテンデザインというメーカーのインサイド R という、この貼り付けタイプのピエゾが入っております。マッチ箱ぐらいの大きさの箱なんですけれども、それを付属のパテみたいな、なんかこう、なんか粘土みたいなやつがあるんですけど、それでこう貼り付けるという感じのピックアップが入っております。ちょうどこの真裏ら辺です。で、この叩く音を拾いたいんですけれども、やっぱりこの辺に貼ってしまうと、出力が強すぎてもね、すごい歪んでしまうから、どうしたもんかなと、いろいろこう試した結果、まあ、この辺が一番ちょうどいいかなという感じで、ここに今落ち着いております。なんかここにブレーシングが1本通っているんですが、このブレーシングに対してちょっと遅いような感じで、1個ピックアップが入っているという感じでしょうか。基本的に LR バックスの方で弦の音を出して、でこちらのシャッテンデザインの方で、ただ音を出しているという感じになります。ピックアップに関してはそんな感じです。まあ、ネック周りとかは、ね、本当はたくさんリペアしたんですけれども、まあ、ざっくり言うと、指板修正して、フレットも交換して、そのナット交換もしてもらって、ネック調整もしてもらってみたいな感じで、ネック周りは、買ってから何回かちょこちょこ維持したんですけれども、そんな感じで指板修正とかして、がっつり直している時期もあります。高かったんだ。あとあれだ、ブレーシングが外れてそれを付け直すというリペアもしてますね。高かったんだ、それもお金がかかってしょうがねえんだ。あと最近なんかちょっと、ここに、動画でわかるかな、ここに、亀裂が入ってきました。普通にナチュラルに割れてます。多分こうやって叩くからなんでしょうね。なんかこういうこともあるんだなぁなんて話をしてたら、周りの人に、そんなことねえよ、そんなわけねえだろうって、すごい言われました。そんなことはねえよ、普通って言われました。まあ、叩くのが良くないんでしょうね。で、まあ、それぞれのピックアップをどんな感じで出力をしていくかという話になりますと、まあ、どんなエフェクターを使っているのかという話ですね。よいしょ、はい。まあ、これがちょっと実物でございます。こんな感じで、ボードを組んで最近もライブとかをやるようにしております。ちょっと順番に話させていただきますと。まず、アンセムの音は、まず、ディレイに行きます。ディレイ。これですね。そのストライモンのタイムラインというディレイでございます。で、ディレイに行ったら、そのままタクに、ミキサーの方に行きます。ミキサー。
で、もう一個、シャッテンデザインの方、インサイド R に関しては、ホットオンのコンプレッサーにまず飛びます。ホットオンで KOMP のコンプっていうエフェクターが出てるんですけど、コンプに突っ込みます。で、ここで結構グッと圧縮して、そのボリューム、レベルも上げて、結構音圧も稼いで、潰して稼いでっていう感じで、その次はムーアの。ムーアというメーカーがあるんですけれども、ムーアのこのグラフィック B って書いてあるから、多分ベース用のイコライザーってことですね。グライコが入っております。グラフィックイコライザー。で、このグラフィックイコライザーのバンドが62と125と500と1キロ4キロ。500と1キロ4キロ。という感じで、5バンド。5バンドになっているんですけれども、62はもう、ね、もう前回ブーストで、で、125に関しては真ん中、で、500は0、1キロも0、4キロも0という、こういう感じのすごい極端なセッティングにしております。とりあえず62がメインで出したいという感じですね。やっぱりこのデヒデヒとしたこのダウン、60、70、80、まあ、言っても100とかそのぐらいの帯域がすごくおいしいところなので、ギター用のイコライザーじゃ、やっぱりちょっと帯域が高すぎるんですよね。なんで、いろいろ試してみて、ベース用のグライコがよかろうということで、こんな感じで今、ムーアのやつを使っております。最近、ホットオンからね、グラフィックイコライザー発売されたからちょっと欲しいんですけれども、ベース用のやつがまだね、発売されてないから、これはまだ変えられないなって感じですね。で、普通にホットオンのチューナーがあったりとかして、まあ、それホットオン尽くしって感じですね。で、このムーアのグラフィックイコライザーに行ったら、こっちのインサイド R もそのままミキサーの方に行くという感じです。で、ミキサーの方で、アンセムの音はちょっとこの高音ブーストするようなセッティングにして、インサイド R の音はミキサーの方でもさらに、もうトレブルとミドルは0。で、なおかつ、このベースはマックスっていう、こういう感じの極端なセッティングにしております。こっち側でもまたさらにこうブーストさせるような感じでしょうか。で、それぞれミックスをして、このメインアウトのところからタクとかアンプに行くという感じですかね。もしくは、このメインアウトの L から、このホットオンのルーパーの方に回しているので、場合によっては、ルーパーの方に回してパフォーマンスをするときがあったりという感じです。本当はこのタクの方の、ね、この、ね、センドリターンを使ってなんかうまくこう組み込みたいんですけども、なんかすごいノイズがひどくなっちゃって。なかなかうまくいかず、結局こういうちょっと直列のなんかこう強行技といいますか、横着技になったんですが、ミキサーから、ルーパーを通って、いよいよアウトになるという、そんな感じの機材でやっております。なんとなく参考になりますでしょうか。で、あと、このサイズしか、ね、そのボードがないので、機材は基本的にやっぱそのサイズ感を重視する感じですよね。その巡業に出るときとかって、そのスーツケースの中にこれを丸々入れたいんですよ。これを丸々入れたいんです。スーツケースに入らないぐらい大きいボードとかできるだけ下げたいんです。なぜかというと荷物が大変だから、普通に。もうあちこちあちこち行くのにね、本当はもう荷物がもう一番大変なんですよ。なんで、タクも、本当はこれ以上ちっちゃいのもあるんですけれども、ちょっとトラック数が足なかったりとかして、もしくはその EQ がついてないとか、そういった理由で、なかなかいいのが選べず、で結果的にこのベリンガーの、ゼニクス802というタクで、今は落ち着いております。はい。で、ホットンもね、やっぱりこのサイズ感重視って感じなんで、もうできればそのホットン全部見つけしたいんですけども、ちょっとこのベースの具合語だけムーアです。他はホットオンという感じです。ホットオンのチューナーと、ホットオンのコンプと、ホットオンのルーパーという感じですね。で、ここにパワーサプライがあるんですけれども、これも一応ムーアのパワーサプライになっております。いろいろ調べた結果、多分このムーアのパワーサプライが一番小さかろうということで、これもその音とかじゃなくてサイズ重視という感じですね。サイズ重視で選んでいます。で、電源をこの辺に集中させて、一応このコンセントを入れれば、よいしょっと。全ての電源がつくというセッティングになるんですけども、ちょっと入れてみましょうか。せっかくだから。スイッ。こんな感じです。いろいろとこの、ね、光がビカビカっとしている感じですよね。ビカビカっと。
まあ、で、これで、まあ、そのまま巡業に出たりとかしてるわけでございます。で、こっち側のシールド。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じで100円均一とかで売っているような、なんて言うんでしょう、このマジックテープっていうんですかね。こんな感じで、このまとめて、まとめて、で、先っぽの方にこうシールドがくっつけて、こっち側が、インサイドワール。で、こっち側が弦であるアンセムの音っていう感じで。よいしょっといい。ここに差し込むわけでございます。これはこっち。これはこっち。というような具合です。もちろんですけれども、これ最初から2つ穴にしたわけじゃないですからね。自分で穴を開けたんです、普通に。ドリルを使って、ボイーンつって。もう、マチコさん、穴開けられたり、叩かれたりね、もうすごい、もう散々ですよね。まあ、そんな感じで、ちょっと、ピックアップの話とか、エフェクターの話とかをさせていただきました。なんとなく参考になりましたでしょうか。多分、このアフタービートギターチャンネル、いわゆる叩き系のギタリストが見ている確率が多いかと思うんですよ。で、まあね、押尾幸太郎さんとか、ペッテリ・サリオラさんとか、アンディ・マッキーとか、マイク・ドーズとか、まあ、最近で言えばそのジョン・ゴムとか、そういった方もやっぱね、いろいろこう、ね、独自のシステムを構築して、その叩く音と弦の音をミックスさせてとかしてるわけなんですけれども、やっぱ結構いろんなやり方がありますよね。僕のやり方はとりあえず今のところこれで落ち着いているって感じなんですけれども、これの僕のまだ不満があるポイントとしては、こっち側ですね。インサイド R がパッシブのピックアップになるんですけれども、出力がめちゃくちゃ小さいんですよ。出力がめちゃくちゃ小さいんです。なので、まあ、コンプでも結構ガッツリ上げて、ムーアの方でもガッツリ上げて、ミキサーの方でもガッツリ上げてってやっていかないと、音が小さいんですよね。で、音が小さい中で、それでガッツリガッツリってやっていくんで、この人のノイズがね、結構大きくなっちゃうんですよ。なんかこう、サーッて必須ノイズみたいな。そういうのが大きくなってしまうんです。そこをなんとかしたいなと、今、日々、思っておりますが、でもなかなかいいピックアップに巡り合えず、どうしたのかななんていう感じですね。できればここのピックアップをなんかこうパッシブじゃなくてアクティブの何かに変えて、なんかノイズがない状態でこんなコンプとか使わなくてもいけるようになんかこうセッティングできればなと思ってるんですけど、ちょっとこの辺まだ僕も試行錯誤中って感じでしたね。で、過去に使ってたものとしては、普通にここについていたマーティンの純正のピエゾ。アンダーサドルのピエゾが、まあ、最初はついておりました。でもやっぱりそのピエゾの音はね、なんかこう、ね、音が硬くてあんま好きじゃねえみたいな感じで、もうさっさと取っ払ってしまって。で、その時に使ってたのは、ペッテリさんの真似をして、セイモアダンカーのマグマイクかな、をここにこうね、つけて、マグネットとコンデンサーマイクのミックスのエフェクトをここに、ピックアップを抜けて使っておりました。でも、このマグネットってすごいこの、なんかこう音のばらつきがすごくて、なんかそれがどうしても気に入らなくて、それも結局使わなくなってしまって、アンセムをつけるに至りまして、で、このドスドスのダウンを拾うためにシャッテンデザインをつけるという、そんな感じのセッティングに今は落ち着いている感じです。ここからまた変わるかもしれませんが、そんな感じで今は落ち着いております。なかなか難しいところですよね、本当にね。なんかもっとこう、もっとこんなにたくさん機材使って、もうミキサーとか使わなくても、なんかもっと簡単にならないんだろうかってすごいよく思うんですけども。まあ、これは叩き系アコギストのアコギ弾きの、まあ、運命ということで、まあ、しょうがないって感じですね。はい。とりあえず、まあ、じゃあ、今回、お話しさせていただこうかなと思っていたのは以上になります。どんたく参考になりましたでしょうか。叩き系のギタリストを一緒に頑張りましょう。なんかいい方法とか、なんかいいピックアップとかあったら、ぜひコメントで教えてくださいませ。よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。